ラグナイト。青き光を放つ謎多き鉱石から引き出される魔法のような力は呪術と呼ばれ、その術を扱いうる一部の才ある者を介し、人々に様々な恩恵をもたらしていた。やがてラグナイトを燃料としたエネルギー機関呪鉱がヨーロッパで発明されると、呪術を呪鉱業として工業化し、誰にでも扱えるものとする産業革命、青き革命が起こる。青き革命はヨーロッパを一変させた。資源たるラグナイトを求め、国々の争いが激しさを増す中で、強大な軍事力を振るい、植民地の獲得による領土拡大と国力増強を国是とした帝国主義時代の幕が上がった。かの革命が人類の歴史をも変革してしまったのである。青き鉱石をめぐる果てなき戦争の歴史へと。西暦1954年9月15日、ユトランド王国。この日、ヨーロッパ大陸を揺るがした解放戦争終戦の日から100年の時が過ぎた。ユトランドの首都エルシノアは解放100年記念式典に沸き返っていた。その頃、首都の喧騒から遠く離れた森の中で、王立呪術アカデミーの教師と生徒が小さな墓標を前にしていた。僕は真実を知りたいんです、先生。真実とは？僕はずっとあの解放戦争を研究してきました。そして文献を紐解くうちに一つの疑問を抱くようになりました。滞在人は本当に罪を犯したのかと。エルシノア裁判はそのように認めています。歴史書にもそう記されていますよ。ドノバン・リンデゴワ卿による裁判記録は読みました。滞在人5人は私利私欲からユトランドを戦争へと駆り立てるべく抗議し、国民を扇動して多くの人命を死に至らしめたとあります。果たして私利私欲だけで戦争を起こせるものでしょうか。今解放戦争と呼ばれていることがそれを物語っています。彼らが立ち上がったからこそユトランドの現在があるのではありませんか。先生のお母様、おばあ様、ひいおばあ様、さらにはそのお母様、高祖母も呪術アカデミーで教鞭を取っておられた。特に先生の高祖母の時代、滞在人のリーダーと目されるアムレート・グレンケアとオフィーリア王女が同窓で、かつ教え子だったとお聞きしています。先生はお聞きになっているのではありませんか。滞在人が何を思い、何を考えてこの国を戦争の道へと誘ったのか。誰も知らない真実があるのなら広く知らせるべきです。僕は滞在人にまつわる歴史的文献、論文に
数多く目を通してきました。自分なりに史実を見直し、研究を重ね、滞在人について重大な事実が隠されているのではと考えるに至りました。重大な事実とは？そこまでは。しかし滞在人が私利私欲に走り、あの戦争を引き起こしたとは僕には到底信じられない。結果としてユトランドは戦争に勝利し、大きな発展を遂げている。その礎を築いたという事実だけでも滞在人を一概に否定することはできないはず。誤解を恐れずに言えば、滞在人5人の名誉は回復されてしかるべきと僕は考えています。大胆な意見ですね。名誉を回復する必要などありません。先生はあの裁判の内容を全て受け入れているのですか？彼らは名誉の回復など望んでいません。この景色をいつまでも見守っていたい。彼らの望みはただそれだけ。そのために彼らは自ら滞在人の名を、不名誉な死を受け入れた。ただ一つ願ったのは、5人が共にこの地に眠ること。でも当時の国民は彼らを許さなかった。しかしこうして願いは叶えられています。なぜでしょう？そこには愛がありました。深い深い愛が。教えてください先生。やはり先生は何か聞いておられるのですね。話しましょう。これから語るのは、あなたの言う通り、高祖母から曽祖母、祖母、母、そして私へと聞き継がれてきた真実です。全てを聞いてあなた自身で判断しなさい。広く人々に知らせるべき物語なのかを。西暦1853年10月4日。私たちが立つこのモルダの地は、ユトランドとルーシ帝国開戦の戦場となりました。ルーシに戦いを挑んだユトランドのアンチ・バルキュリア部隊、通称バナルガンドの隊長アムレート・グレンケアは滞在人の一人でもあります。おいヘレナ、さっきからカタ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 うるさいぞ。これはその武者震いよ。そいつは勇ましいな。頼りにしてるぞアンデルセン一等兵。任せて。僕も震えが止まんないや。これもあんたのはビビっちゃってるだけでしょ。情けないねブルム君、少しは僕を見習いたまえ。
強くたくましく気品あふれるこの僕を、はあ、まったく緊張感のない子たちね。これから戦争が始まるってどこ。ブリギッタさん、それって僕も含まれてます？イザーグ、お前が一番ガキっぽいってよ。あなたはいつも通り静かね、ティルダ。ブリギッタこそ落ち着いてる。誰よりも憎む敵が目の前にいるの。そうね、不思議と落ち着いているわ。でも戦闘が始まったらどうなるかわからない。奴らに復讐する日をずっと待ちわびていたわ。容赦はしないわ。まあ、ルシナンどもには随分といじめられてきたからな。みんな多かれ少なかれ恨みつらみがあらあな。近所のおばあさんが先日亡くなりました。最近じゃどこにでもあったはずのありふれた薬さえ手に入らない。私あのおばあちゃん大好きだった。まったくやりきれないな。経済封鎖なんぞに殺されてたまるか。死ぬなら派手に戦って死んでやら。その通りです。私はそのような無念から一人でも多くの国民を救うため皆さんと共に剣を取りました。いわれのない経済封鎖を強いる帝国の魔の手を振り払わんがために。アムレート・グレンケア。なんだ。私はやはりこの舞台に参加してよかったと思います。また一つ民草の思いを汲み取ることができたのですから。ビルフォルト少尉。はっ。お姫様を下がらせる。な、わ、私にはまだ話したいことが。俺にはない。あなたはいつもそのような物言いで。さあ、姫。ゴドウ。オフィリア姫、隊長が下がれと言ったら下がる。ここは二人が通っていた呪術学校じゃないんだから。ちょっとヘレナ。オフィリアちゃんはいつだって一生懸命なんだよ。サラはいつでも姫の味方ね。いっそ下女にでもなったらどう。ブー、なにその言い方。情報にあったほど戦力が増強されているようには見えませんね。それがどうした。俺たちは命令を遂行する、それだけだ。確かに。オフィリア姫は任せる。心得ております。お待たせしました、グレンケア中尉。始まったな。はっ。国王陛下はユトランド全国民に対し本日7時52分リューシ帝国との同盟破棄を宣言、戦争状態に入ることを布告いたしました。アンチ・バルキュリア部隊、これより作戦を開始する。目標はルーシ軍全哨基地の制圧。帝国によって奪われたこの地を取り戻す。皆さん聞いてください。これはユトランドが自由を取り戻すための戦いでもあります。皆誰一人欠けることなく我がユトランドに勝利をもたらさんことを。当時のユトランドは困窮の極みにありました。長らく我が国と同盟関係にあったルーシ帝国が列強諸国に働きかけ、後にブラフ包囲網と呼ばれることになる経済封鎖を始めて1年が過ぎようとしていました。ブラフ、ブリタニア、ルーシ、フランセーズ、ハプストリアの列強4帝国による経済包囲網。厳しい経済封鎖によってユトランド国民の生活は圧迫され続けていた。その状況下でユトランドは開戦に踏み切ったのですね。
行くぞ。作戦を開始する。相手にならんだ。ここで肩をつける。やっとのお出ましだな。展開が遅いわね。まだ寝ぼけているのかしら。ヘレナ・アンデルセン、行くわよ。殲滅する。雪がやられた。どこから早く連れた。伝令、本国に伝えろ。皇帝陛下の思惑通りにことは進んでいるとな。この回線にも諸説ありますね。急須猫を噛むがごとく追い詰められたユトランドがついに動いたという説と、ルーシ帝国が武力侵攻に乗り出すという情報をつかんだユトランドが機先を制して攻撃したという説と、
皆さん、どうぞ私にお気遣いなく。私も兵士、我が身は己で守ってみせます。オフィーリア姫、なんてけなげなんだ。でもほら、オフィーリアちゃんお姫様だし、そういうわけにはいかないんじゃないかなってサラは思うけど。姫を守ることは隊長命令でもありますからね。我々にお任せを。いえ、それではダメなのです、きっと。もう動きません。屍ということですか。大丈夫？オフィーリアちゃん未熟ですね、私は。でも克服します、国のために。オフィーリアちゃん、お待ちください、姫。敵発見。立てますか、姫。立てますか。はい。ゴード、問題か。いえ、何も。姫が敵兵を討ち取っただけです。オフィーリアちゃん、大丈夫？顔が真っ青だよ。仕方ないさ。初めて自分の手で人を殺したんだ。けど、ついてくるつもりなら慣れてもらわないと。この先、敵も味方もバンバン死んじゃうだろうしね。あなた、少しは空気を読みなさい。でも言ってることは正しいわね。珍しく。姫、国を思って志願したのは立派だけれど、はっきり言って足手まといです。ラグナイト適性がどれほど高くても、兵士としての資質は別。このまま進めば、あなたをかばって誰かが死ぬことになるでしょう。皆さん、ご迷惑をおかけしました。私は大丈夫です。もう大丈夫。私の勝手な行動をお許しください。以後慎みます。オフィーリアちゃん。アムレート、隊長であるあなたに改めてお願いします。私に兵士としての責務を全うさせてください。戦えるんだな。はい。なら行動で証明しろ。それでいいな、お前たち。呪気もあらかた片付いた。一気に制圧するぞ。父も
経験していないことです。ええ、私は王女であり一人の兵士、どちらも国を思い民を守る者。ここは私が守る。終わったよ。まったく庶民以下だね。たあいもないね。いい調子だね。終わったよ。次だ。倒したよ。